うん、3600万円の給付金っていうとこが一番重たい。そういう方はいらっしゃるんじゃないですか、そうで想定してる対象者の4分の1ぐらいしかまだ請求来てないってことですから。はいはいはい 私はよくほら肝臓がんになる人とか肝硬変になる人ってのはアルコールの飲みすぎだろうって言われてたでしょ、それ実は大半が B 型肝炎とか C 型肝炎とか、うん、HBV とか HCV って言われるウイルスによって引き起こされてるってことかも大半がそうだったってことが分かって、うん、アルコール性の肝障害よりも全然多かったっていうことが明らかになってきたんですよね。うんうん、B 型肝炎訴訟 これどういった方が対象になるんですか以前はその保育園とか小学校で受けた予防接種で一本の注射針が使い回しをされてたので、うん、その注射器で B 型肝炎にかかってしまったっていう方、はい、で、まあ、国の政策の予防接種なので、まあ、国が保障しましょうっていうのがこの裁判の、うん、こ元になっているものですねで、まあ、法律自体は平成24年にできて、まあ、10年ぐらい経ってますが国が40万人ぐらいあの患者さんいらっしゃるって想定してるうちのまだ4分の1ぐらいしか受け取られてないのでということでまあ。これは じゃ症状ができなくても感染してるだけでも保証金がもらえるおっしゃる通りですよくあるのは献血をした時に HPBV 入ってますよっていうのはアラートきますよ僕間違えてきたことありますから他の方のコンタミンって言って他の人の血液が多分混ざってたんだと思うんですけどそれで僕が献血したら B 型肝炎の抗体がありますよって。 ある可能性があるよって言われてうん、うん、慌てて再検査行ったらそれは間違いだったっ偽陽利用性だったっていう話があったんですけどそれぐらい無,無症状でも、まあ、僕は別に感染はしてないですけど、はい、その対象となるケース、はい、具体例を挙げるならどういった場合が対象になるんですかそうですか、ね、か、まあ、大きく分分けると3つででね自自身が予防接種でかかってしまったという方と、はい、あとあは お母様が B 型肝炎にかかっているとうつってしまうのでお母様が予防接種でかかってしまった方からうつってしまったお母さん、はい、亡くなられてしまっている方もいらっしゃるので、うんうん、そのご遺族の方 B、うん、が予防接種でかかってしまった方で亡くなっている方のご遺族の方がまあ大きく分けると対象になってい,こいくら,ぐらい保障されるものなんですかえ やはりその症状にによってとというこ症状が出ていない方であれば50万円の給付金と、うん、あと定期的な検査をその後チェックできるように国が出してくれる一番重たいと肝臓がんがなくなってしまった方は、うん、3600万円の給付金というところが一番重たい。 そういう方はいらっしゃるんじゃないですか、想定している対象者の4分の1ぐらいしかまだ請求来てないってことですから、はい、4分の3、多いですよね、4分の3の方々、ご自身がそうであっても気がつかない場合、気がついてない場合があると思うんです,どうです、ね、これ、どう検査したらいいんですかねの堀江さんおっしゃられてたように、献血で分かるとかっていうこともありますが、一、はいまあ、つは無料で、保健所で検査をしていただけるっていうケースも 無料ででで検査きすすかそうね B 型肝炎、C 型肝炎の肝炎ウイルスの検査を保健所で無料でやってらっしゃる僕、さっきちょっと誤解を恐れるあれだったんですけど、献血で検査しちゃだめですからね、それ、たまたま僕の場合、指摘されただけなんで、そんな思いは全くないんで、検査の手段ではないので、そう検査のために献血やるのやめてくださいはい。 保健所でで無料検査をしているととうこすねただ、今回の手続きのために必要な検査という意味で言うと保健所の検査だと項目が足りないので病院に行って検査を受けていただくじゃあ、例えば保健所で検査を受けて陽性が出たらちょっと精密検査というか。寄付金の請求まで考えていらっしゃるのであれば検査に間違いがあっちゃいけないので検査項目どういうものかというのは事務所の方からお渡しもしているので。ななるるほほどど私自身も世代 とししてて学校で予防接種受けまた集団予防接種その針がどういう状態だったのかっていうのはちょっと記憶は定かではないんですけど僕らの頃は大丈夫ですよあそうですか僕らの頃はもうほとんどのところでそんなこと行われてなかったんでただお母さんがとかあるからあそうかそうか自分が予防接種受けて記憶がなかったとしても僕らの予防接種の時代は23歳ぐらい上です 僕は今、昭和47年生まれですけど、はい、一緒です。えー、昭和45年以前ぐらいの方々が、針の使い回しをしてたん。ううとですね。ですよ。で、それは危険だって言うんで、やめた。 うん、直後ぐらいなんでだから私も堀江さんもその親の世代は、はい、そうだったってことですか、ね、もうそうですですよね、うん。だからまあ全てが移るわけじゃないんですないけどお母さんが不幸にも B 型肝炎にねもしかしたら肝硬変で亡くなったとか、はい、肝臓がんで亡くなった、うんね、お母さんがいらっしゃるとかだとまあ自分にも移ってる可能性はあると思うんですね、まあ、あとはあのただ実際には結構全国では結構遅くまで。 あの使い回しがされていて、あ、ああの,、はい、あの堀江さんの世代でも実は対象の年代でうん、うん、いるんだ。はい、あの法律で決,、ま、決められているのは昭和十六年の七月二日から六十三年の一月二十七日まれまでなので、ああだいぶ広いですね。ほとんど平成まで,でなければ、うんはい、ほとんどが<ー>最初にやってくる。 遅くまでやってたところあるんですね、うんまあ、地域にもよるんでしょうけどねそうです地域にものよるというところで国が一番後ろまで間違いなくやってたよっていうところまではカバーしているので和解しないケースも当然あるわけですか そうですねあの100%和解ができているわけではもちろんないです、例えばお母様からうつってしまったのか予防接種なのかみたいなところで、はい、リスクがあったりするケースは正直あります、はい、ただ、やはりその裁判を起こす前の段階でこれは無理であれば無理とちゃんとご案内は差し上げますしあのそれでもリスクあってもやってくれというお客様もやはりいらっしゃるのでるる、うん、その時にはじゃあやっていきましょうという形でしているのである程度、ご納得はいただける形であの取り下げになるケースというのはあなっているのかなと思ってます。 実際に和解して。 給付金を手元に届きましたという方喜びの声とかねありがとうございますなんて声がたくさん届いてますよね。亡くなられてしまってる方のご遺族って治療をずっと見てらっしゃるので亡くなられているので新しく検査なんて取れるわけがない治療がどこにあるかもわからないっていう状態でもう無理だと思ってたけど相談してみたらできましたありがとうございますっていうことですこれ法律がが期限あるんですよね。給付金の法法律自体が次元立 と言いましてあ,のあらかじめなくなる日が決まっている法律なんですねはい、はい、今現在の時点でえっと2027年の3月31日に法律が切れる予定にもなってしまってあと2年半う2年半。一応延長される可能性がないわけではないですが法律なくなっちゃうとそこからあとはもう どうううにもししようがなくなくってしまうので何、ね、とかそこまでに裁判まで持っていければ裁判起こしてから法律切れる分には問題がないので、はい、そこまで裁判に持っていけるようにというの期限が27年の3月31日、うん、対象を想定している人のうちの4分の1しかまだ請求がない、はい、つまり4分の四分三3の人があの請求も諦めてる手続きが煩雑だからやめようもしくは知らないっていう,そうです、ね、ことですねこれね。 知らないいっていうのはだすよだって法律知らないからこんなね、これが違法だって知らなくて、犯罪やっちゃいました、はい、でも僕、法律知らなかったから、許してくださいって、だめじゃないですか。だから、それはちゃんと官報でオフィシャルにね、はい、あの出されてるんで、それを読まないのは、お前が悪いっていう話になってるんですよ。<laughs> な実際読まない でも実際は確かにキャッチアップできないよね、そんなことね。一応政府広報とかやってるけど、本気でやってないから、本音で言えば、あんまり来てほしくないなと思ってるかもしれないし、ビジネスっていうイメージで考えるなら、そういう考え方できます本当はだめなんですよ、それは救済なんだから、救済措置なんだから、もっともっと、本当は政府がね、お金をかけて、広報しなきゃいけないんだけど、これはこれでさ、またそんなことに、 受益者じゃない人たちは、俺の税金なんでこんな、こんな人たちのために使うんだなんていう言う人もいるわけです。よ俺関係ねえじゃんみたいなね、法律事務所がこういうことを言ってることは、すごくその社会的に意義がありますよね。弁護士手数料は受益者負担なんで、その中でぐるぐる回ってるわけですから。これはだからいい感じですよね。で、その給付でお金を、まあ、受け取れるって和解まで持っていけるってことになったら。例えば、私が依頼したとしてですよ、私が手出しの費用っていうのは。 弁護士費用自体はもう、はい、あの成功報酬制とさせていただいているので給付金が受け取れたら、うん、受け取れた中から<あ>あの差し引くす、ね、私こういうお話この機会に伺うまではまず自分がその 何がしか対象の人間であると、関わりのある人間であると認識すらあんまなかったんで、もしかしたらって思うやもね、もしかしたらね、あったと思うよ。例えばコロナの給付金とかね、結構手広く出てましたよね。知らないじゃ済ませれないです知らないだけで損しちゃいますからまあね、損するのもそうだし、命に関わる場合もあるわけですよね。